皆さんどうもピーマンドです。今回松坂大輔のレジェンド物語実況8回目は残す1ヶ月の9月の戦いをプレイしていこう。公式戦のゲームっていうのは中日ドラゴンズ19試合しか残ってないわけだ。その中で松坂大輔が投げれるゲームっていうのはおそらく 3,4 試合作れるでしょうね。その 3,4 試合で平成の怪物ここに復活っていう姿を皆様に届けられたらいいなと思う。まあこれまではね、もう全然そういう姿っていうのをお見せすることができず成績もひどいことになってますからね。また中日ドラゴンズももう優勝も難しければ A クラス入りもねまあ難しいので、まあ、あとはね松坂大輔個人の戦いです。9月に平成の怪物復活といきましょう。いきなり松坂大輔の投げるゲームやってきました。9月1日巨人戦名古屋ドームで行われる戦い、ちょっとコンディション的には整ってないですがもう登板回避とかしません。行ける限り行きますので。相手先発はリャオ、台湾のあのでかい子だよね先発で使われるんだね。まあいろいろと突っ込みどころはありますが、そのリャオとの投げ合いに制し、ここまで一勝も挙げれなかった松坂大輔、9月初っ端勝ちましょう。平成の怪物ここに復活、1戦目からお見せするからね。もう投げるゲームっていうのは炎上はしませんので、しちゃダメでしょ。知ってる余裕もないんですよ。これまで散々お見せしてきたろその姿というのはね。ここで完全復活を遂げシーズン終了する。そうすれば来季につながるからね。まあこのシリーズは1年しかやらない予定ですが、来季につながるようなピッチングをしましょうよ。見るな見るなこの数字、やめろ映すんじゃねえ。ちょっとテレビ関係者も空気読め、空気をね。ド派手なやばい成績映っとったやんけ。あれ見たら何にも期待できへんで、やめてくれませんかね。なんか俺のやる気もそがれたわそういう成績だからねあれっていうのは恐ろしい。まあでも仕方がない。これまで打たれてきたのは松坂大輔自身だからね。ここからは違う。このような防御率が示してるクソピッチングはもうしねえんだよ残る1ヶ月ね。全力投球です。肘肩もう全部ぶっ壊れてもいいわ。最後に光り輝く松坂大輔をここに誕生させる。先頭バッター陽大館を抑えてワンアウト。なんならノーヒットノーランとかやったろうかね。やりましたよね松坂大輔は昔ね。それはそれは遠い昔の話ですよ。おーい、ナイス反応、よく取ったね。ナイスフィールディング。ちょっと今の取れたんなら本当ノーヒットノーランもありえるかなと思うんですが、どうだ。おいっす、ね、どれも結構ヒット性の打球なんですけども、まあ1回はゼロでいきましたよ。自分のねいい反応の守備もあったし、ただピッチングで見せるだけじゃなくてこうやって守備とか打撃とかで見せる残る1ヶ月にしていきたいですね。さあゲレーロ31本を打ってる強打者だ。あーデッドボール与えてこれで完全試合はなくなったね。あーオーマイガー。まあいいや、それ狙ってないんで花から狙ってたけどまあ無理でしょう。アイス、阿部は簡単に三振ワンアウト。で首位打者のマギー打率が全然落ちないんだよね。前回対決の時もこれくらいの打率あった、落ちてないっすね。ただマギーはわりかし得意にしてる部分はあるぞこの松坂。前も抑えた。よしこれだよ、ランナー出すもゲット。これが松坂大輔、復活してないかい、光り輝いてないかい。全盛期のような155キロとか投げれないけどよ、こういう技術をね、まあ長くプロ野球でやってるわけですから、メジャーでもやってきてるわけですから、手に入れてまあ今出してますよね。まだヒットは浴びてないですから。援護もくれましたねここで1点だけですけど、これからジャイアンツの攻撃に入ります。もう勝つための条件っていうのはなかなか揃ってるんでね、ここからもう自らとの勝負だな。今までの無様な松坂を出すわけにはいかん。いやちょっとね、長野に対して数字がかなりやばいからね。誰だよこれ、全盛期以上、今が全盛期じゃねえか。おい、でもここから三振取れるのが松坂大輔、なかなかのピッチングだね。で小林、前見た時は0割もう入るかなっていうくらいだったんだけど、だいぶ上げてきたね。これでも上げてきた方だからね。前1割0分4厘とかいうもう脅威の数字でしたけどね。それでもしょぼいことには変わりはないが、三振だ、2者連続いいね。そしてリャオ、投げました、打ちました、
ちょっと怖かったね。あったかもしれないな。まあ3回投げてのゼロピッチングですね。今のとこ今までで一番いいんじゃないかな。わりかし初回から捕まることの多かった松坂大輔が、まあ、3回までここまでゼロできてるっていうのはなかなか珍しいです。そして打席、うーん、1球ってアウト。さすがに名古屋ドームでぶち込むほどのパワーは持ってないからね。でもわからない、芯で当たればその可能性もあるからね。さあ4回までヒットなく、さあ4回のマウンド来ました。ここでね、軽く1本許すわけにはいかないでしょう。せっかくここまでヒットゼロできたんだから。その話の流れで一発打たれて、はい、同点。なんだよもう、言うんじゃなかった。フラグ立ての神だからね俺は。こういうフラグは立つんだよな。そしてこうやって欠陥出るんだよね。初ヒットが初本塁打で1失点。これでノーヒットノーランもなくなれば完封もなくなるというね。平成の怪物完全復活と行きたいのに、こういうホームランはダメでしょう。内容が悪い、イメージも悪い。まあらしいっちゃらしいわな、このシリーズの松坂大輔らしいよ本当、最後までね、うん、こういうとこで打たれる、だからこういう数字になってるし、一生も勝ててねえし。まあ勝てないのはね、松坂自身のあれもあったし、援護もなかったこともそうですけども、やっぱこういうね、少ない点入った時に守れないのがこのシリーズの松坂大輔だったので、それもありだよね。いやー、これはどうだ、ショートが取って、おい、ショートナイスカバーだね、強打いいね。まあそもそもサードの福田が取れよっちゅう話ではあるが、まあ、結果アウトになったんだね。松坂大輔性格もいい、攻めない攻めない、エラーしてもむしろいいよいいよっていうのが平成の怪物だ。俺とはね、もう持ってる器が違えんだよ。俺ならボロクソン言うけどね、そいつの人生否定するレベルで言うけどね、なんじゃお前言うてね。まあ、1点取られましたけども、打線の援護があることを信じて、まだ1点です。ヒットも1本のみです。何の問題がある。さあ5回のマウンドです。阿部と松坂の対決、阿部には全く打たれてないんだよね。なんか空気読んでくれてんのかね。わりかしクソみたいな三振が多いんだが、取れないんかい。だいぶあったぞ落ちるまでの時間。これ取ってくれないやつレフトもいるからね、ひどいわ。東京ドームなら入ってる可能性もある打球だけど、やっぱ守備って大事だわな、こういう結果になるんだから。踏ん張りどころだねこれ。ゲッツーとか取れないかな、このシチュエーションゲッツーはむずいわな。まあ、なんとかこの打率の高いマギーを抑える。弾き返すもセンターは大丈夫、王の大島がいるからね、ここは大丈夫です。ライトも基本大丈夫、レフトだけがあかんのや。長野投げました、初球外れても嘘、いやでも大丈夫、大島だ。オッケーで阿部がタッチアップしてくるか、遅えな。この目線で見てても阿部の足の遅さを感じるね。さあ次のバッター小林ということを考えればイージーイージー、まあ、このね、負け投手の権利がつくことはないでしょう。いやだからその流れでなんで打たれるんだよ。もう待って、グラグラでいい加減学習しろよ。打たれるわけがない、打たれる、こんなとこで一発浴びないよね、浴びるバカか本当にね。すごいでしょ、これが俺の持ってる能力ですよ。なんだろうね、誰か真似してみろよ。ここまでフラグを立てまくるやつもなかなかいないけどね、分かってるのに立てたら打たれるって分かってるのに立てに行くからね、バカとしか言いようがないでしょ。おい、でもチームはここで3点取ってくれて、逆転、勝ち投手の権利を得たね。ありがとう、最後の中日ドラゴンズ松坂の味方であったね。さあもうこれだけの援護が入ったんだ、これで負ければ松坂大輔のせいですからね。言い訳はできない、勝つための条件を揃えてくれた中日ドラゴンズに感謝、今の松坂大輔を使ってくれてる中日ドラゴンズに感謝して投げよう。最後はチームに感謝の思いを届けていくんだ。そしたら中日的にもハッピーエンドでしょうね。3位も入れないけど、でも松坂大輔がここで光り輝く、何よりも求めていた展開だと思うんだよ、みんながね。あるよ、
投げました。三振、先ほどホームランの陽大館リベンジ成功だ。そして宇佐美慎吾が出てきたね。なんでこっちをスタメンで使わないのか謎なレベル。まあ使われてたら今日やばかったからね。小林にも打たれる男だからね。はい、ただここは松坂勝利だ。ツーアウト、あと一つ抑えれば QS 達成。今日はセカンドゴロとサードゴロ、初球ストライクから第2球。ちょっと坂本さん空気読んでくれませんかね。松坂大輔勝利となるかのゲームよ。いやーもうちょっと空気を読めって、なんやねんこいつ、普通に打ってくるやん、ガチかよ、必死すぎて気持ち悪いわって感じね。まあ勝負の世界だからね。ここで変えた、まあそれは正解でしたね。 QS 目前だったんで行きたかったんですけど仕方がない。え、で松坂大輔の勝利がまた消える。はい、これでーす。中継ぎが打たれて負けが、勝利が消えるということはですね、もう何度もありました。ここでもありました。最後までこんな感じですね。チームは結果さよなら勝ちですよ。よかったじゃないか、もういいじゃないか。8月に引き続きですね、8月だけで2度消されてるんですよ。9月もこれで消されて3度目。通算で見ていくともう何度目、数えきれないよ。勝てない理由はここにはある。もうほんとチームが勝ってくれたんで、そこだけは唯一の救いですね。はい、いつも通りです。打たれたのは岡田ですね。これまで抑えてたやつがことごとく打たれるのが松坂大輔が投げるゲームの七不思議の一つですね。9月2試合目の登板はこの阪神タイガース戦、甲子園で行われる戦いプレイしていこうよ。松坂大輔、ここで今季1勝目なるか。ここしかないんじゃないかな、もう上げれるとすればね。まあ、松坂大輔の投げるゲームっていうのがこの阪神戦と、あとはですね、もう1試合2試合くらいしか残ってないので、もう上げれるとしたら、ドラマ的にシナリオ的にはもうここで上げるのが一番美しい話だと思うので、もうこの試合松坂大輔投げていくんでね、調子は好調ですから期待できるよ。岩田とのベテラン対決ですね。まあ、この戦いに制して復活行こうよ。ここで最後松坂大輔の勇姿、まだ投げるゲームはあるけど見せてやるよ、一番光り輝く姿をね。あれは間違いなく平成の怪物だ、大谷なんて比べ物のならないというね、スター性っていうものをね見せますから。松坂大輔が甲子園で投げるんだから、もう少し観客入ってもいいと思うんですけど、まばらですね。ちょっとそれは悲しい話ですね。まあ仕方がないでしょう。いいんだよ、この見に来たファンに見せるんだ今日こそね。で、また岩田ということを考えれば、中日打線もね、まあ、さっきみたいに点取ってくれますから、まあ、本当点は取ってくれてます。まあ、中継ぎに消されることが多いんですけどね。まあ、今日は本当誰にもマウンド譲らない気持ちでいきましょうよ。結局は譲るからああいう形になるんでね。譲らないよ、もう。いけるとこまで投げる。それがもう松坂大輔の一番いいことだと思うんだね。ただいきなりヒットなんで、こんな人は軽くヒットを打てるんだ、本当に。いきなりノーヒットノーランがなくなったね。盗塁も成功。キャッチャーのこの投げるまでの遅さ、スローイングの遅さ、やばいでしょこれね。何の取り柄もないやん。ストライクゾーン投げれば打たれてる。さ、これはどうだ。おいで、どっちもセーフ。嘘でしょもう。2者連続のヒットでもう失点ですよ。何した、3球投げただけ。本当に打たれてるけどね。おーい、これもヒット。阪神甲子園球場で最後の光り輝くかと思ったんですがね、さっき以上にクソみたいなピッチングしてますね。なんならここで一番ワーストピッチングするかもしれん。初回からこれ抑えられない、打たれまくってる、バッピー松坂大輔ここに現る。何が平成の怪物だクソが。復活なんてあるわけねえだろ、夢見すぎだ、現実なんて甘くねえんだよ。まだだ、まだ続く。3失点目、1イニング3本のヒットですね。ボコボコですよ。ここ最近で一番悪いピッチングだわ。投げれば打たれてる。調子良かったんだけどね、まあ、調子の良さ関係ねえよ、相手がそれ以上強くて理不尽に打ってくるんだからね。初回から3失点、打線の援護なくしては勝てないゲームになったね。まあ、先ほども言った通り岩田との投げ合いですから、その援護っていうのがちょっとでも期待できるゲームなんでね、期待しましょう。そして中継ぎが助けてくれることを信じましょう。もっと
もっとかっこいいピッチングしたかったな、この甲子園球場でね。最後持ってこいのゲームだったの。もうダメですよ、3失点してしまってるの。もうやめましょう、反省会開くのね。試合中だ。とりあえず今いるバッター全部抑えるわ。あ、また上本打たれてるけど、反省会は試合終わりやろ。試合に集中だ。まだ取り返しは効くからね。アイアウト、ようやく刺してくれたね。松坂の時のキャッチャーってみんなひどいから、刺すとこ見たことなかったの。初めて見たかもしれない。なんならね、さあ甲子園球場で一発ぶっ放せるか。もうピッチングもクソ、バッティングもクソ、何のシナリオもドラマ性もねえな、これ楽しくねえこのシリーズ。なんかもうちょっと楽しくさしてえや。試合負けてもいいから一発打たしてくれるだったりで、ほんと俺って持ってない男だね。ただ下手くそなだけじゃねえか。さあ糸井との対決ね。さっきは軽く打たれた、甘いとこ投げてたからね、当たり前の話だ。まあ、厳しいとこ攻めても打たれるんですからね。三振、2者連続。さあロサリオ、いつ対決するときも絶好調なような気がする。松坂大輔ってだけでテンション上がってるんだね、ロサリオさんはね。あ、まあでもロサリオは抑えた。初回の3失点のみだね。ほんと悔やまれるわ、立ち上がり狙われた。援護はここで1点きましたが、まだ勝つために必要な得点ではないので、もっとくれることお願いします。うわあぶな、簡単に飛ばされるね。まあアウトですけどね。うわー、またも大山に。どうしたこれ、コテンパンにやられとるけどね、2年目のルーキーにね。こんな絵見たくないな、ベテランがルーキーにいじめられるとこ。何よりも悲しい光景でしょう、野球に問わずね。おっさんがカツアゲされてるとか、動物の世界でもありますよね。若いトラにベテランがいじめられるね、老いたトラがいじめられる。しゃないね、弱肉強食の世界だから。でも悲しい絵だよ。これも打たれる、対キャッチャー弱すぎるでしょ。さっきの小林にしろ梅野にしろ、軽く打たれてんじゃないか、全く結果残してないやつらにね。これで4失点、 9S もなくなったわ。本当に軽く飛ばされる。まあこれはシュート回転とかいろいろと発動してるからでしょうね。まあ、当てれば飛ぶわ、松坂大輔の球はね。悲しいけど現実だ。はい、QS なくなったんでもうどうでもいいですよ、あとはホームラン打つことだけだ。ぶっ放す、そのカウントから難しい球手出したら絶対無理ですね。そんな球打ちに行ってホームランできるほどの能力ちゃうやろ、現実を知る、現実をね。で今日2安打の上本から始まるところ、さあ上本さんまた打つのね。こんな老人から打って楽しいか、数字稼いで面白いか。面白いんでしょうね、打ってる本人はね。打たれてる本人としては気持ちが悪いし、気味も悪いし、苛立ちも覚えるけどね。打ってくれんじゃねえよ、ちょっと空気を読め、空気を。あの上本のヒットがなかったら始まってないと思うんだよね、これがね。テンポよくいけてたと思う。やっぱ初回の攻撃で全てが決まるね、このパワープロもね。全部流れつかまれるもん、急に CP のスイッチが入るもんね。抑えた時っていうのは入らないんで、そのままスムーズにいける。うわー、糸井さんも空気読まないね。まあこの甲子園球場最後の登板になるんですけどね、そこで見事なブザマっぷりを晒してる。引退待ったなしや、もう十分でしょ、やれることはやったよ、お疲れ様。みんなそう言ってくれると思うよ。抜けていく、5失点目、そして6失点目、炎上ですね。誰がどう見てもどの目線で見ても炎上ですね、大炎上ですね。5回投げての7失点、ええ、十分です。ここで降板ですね。はい、9対3、敗北です。これで松坂大輔は今季12敗目ということになり、そして対して阪神のベテラン岩田は今季2勝目を挙げましたね。
まあ同じベテランでもここまで成績に違いが出るか。岩田7回投げての2失点意地を見せましたね。まあこの岩田も防御率は試合前ひどかったと思うんですけどね、ただだいぶマシになってます。対して松坂大輔さんはこの試合で燃えましたからね、白熱のこのおっさん同士の対決になるかなと思ったんですが、一方のおっさんが成功を収め、もう一方のおっさんはボコボコに打たれという残念なことになりましたね。松坂大輔最後に投げるゲームやってきましたよ。9月29日から始まる阪神2戦ですね。まあ、またまた阪神戦になりますが、これがねレギュラーシーズン最後の中日ドラゴンズのゲームになるからね、松坂大輔はその最後の9月30日の試合に臨みますので、1戦目は王の先発で岩田との投げ合い、結果どうなるか、チーム勝利ですね。5対3、大量援護もあり、そして守って勝てたんだ。じゃあ松坂大輔も同じように最後、まあそういうピッチングをし、そしてそういう援護をもらいですね、なんとかこのシリーズの1勝を挙げて終わっていきましょう。ちょっとコンディション的には調子はよろしくないですが、もうそんなのは関係ないですから、コンディションが整ってなかろうが整ってようが、もう最後にするのは松坂大輔、好投ですね。藤波との投げ合いです。行きましょう、平成の怪物。本当に最後ここで復活しましょう。何度も言ってる、ここで復活、ここで復活、ここでこそ復活。フラグばっか立ててきてるけどね、でもこれはマジな話、ここでもう本当に最後立つから、すごいことになるから、やばいことが起きるから目を離すなよ。シリーズ最後の登板です。ちょっとガラついとるけどね、まあええわ、弱いチームなんで仕方がない。でも今日見に来たやつはラッキーだぞ。あの甲子園でしか見られなかった松坂大輔をこの名古屋ドームで見れるんだからね。右の松坂、行きましょう。最後21試合目の登板ですね。なんでこんなやつが最後まで使い続けてるのか、本当にいろいろとね週刊誌に書かれてると思いますよね。なぜだ、不思議な力働いてあそこをしゃぶしゃぶしてるのかいろんなこと書かれてると思うけども、まあ、最後ねそんなのもう全部蹴っちゃうというか、全部もうなしにするようなそういうピッチングを見せますよ。さっきはね初回に簡単に打たれたので、もうちょっと初回から打たれないようね。やっぱ初回の先ほども言った通りね、初回に打たれればもうその後も続きますから、逆に初回を抑えればそこからテンポよくいけるんだ。課題ですね。の流れでまたこれ、イエース、打たれちゃダメ、打たれちゃダメ、打たれちゃダメというほどに打たれるのが俺でーす。はい、またフラグ立てちゃいました。オッケー、俊介今季8号のホームランだってよ。ホームランバッターじゃないのね、名古屋ドームでぶち込まれるとは。誰も予想も想像もしてなかっただろ、皆の想像予想を超えるのが俺なんだよ。初回から失点ですね。これで完封もノーヒットノーランも完全試合も全部消し去りましたとさ。で、初回にホームランを浴びるような男ですから、その後も打たれても不思議じゃねえ。シリーズ最後の登板だっつってんのにね、こういう結末を迎える。ここは三振大丈夫、初回に失点しただけだ。ここまでゼロで抑えたゲームなんでないんだからね。だからこれもゼロでは抑えられないよ。もうできる限りのことをやるだけだ。ゼロじゃなくてもいい。一点やってもいい。はぁ、こんな打球が抜けていく、どんなシフト敷いてたんだよ本当に。味方が味方じゃない、敵になってる。あんな打球がヒットになるとはね、内野安打ならまだしも抜けとるからね。でこことかは全然シフト敷いてないっていう意味がわからない。ホームラン後これですよ。さあどうする松坂、抑えます。誰も取ってくれませんね。さあランナー満塁のピンチをいきなり作る松坂大輔、シリーズ最後の登板やで。これね、見てるみんなね、最後なんやで、これがね最後にこれなんやで。さあここはゲッツーで切り抜けた、よかったね。2点3点やってたらそのまま敗北あったでしょうね。1点ならまだ希望はある。具だった分ちょっと怖いけどね、残るイニングが。でもチームは1点取ってくれてすぐさま同点です。 Thank you。 さあチームに感謝しながら、感謝をピッチングに表していきましょう。感謝して打たれるようなやつ最悪だからね、さっき梅野にも打たれたしね。本当リッツ見てくれ、こんなバッターに打たれてるんだぜ。小林にしろ梅野にしろ、なんだよ松坂の時はなんかあんのか。まあよほど投げてる球がしょぼいんでしょうね、だから打たれるんだよ。リッツの低いバッターだろうが、パワーなかろうが、能力低かろうがね、それもあるよ。
さあ1打席目ですね。藤浪からぶち込もう。おお、こうやって失投率は高いからね、チャンスはあるんだけど、ちょっと今のは早かったな。うわ、やめろよお前、最後の試合っつってんの、デッドボールも。これが藤浪の悪いところ。マジかよお前。それでね、デッドボール受けて降板とかもあるからね。そんなんが最後のゲームって、お前ある意味ネタ的には面白いわ。むしろそれで終わった方がいいかもしれないね。最後までネタ満載の動画で。ダメなんだよ、ガチに復活するんだよ。これは取れよ。糸井の時は引っ張りシフト敷いてるから三塁線が空いてんのかな。だからさっきヒットになったんでしょうね。まあ結果アウトですよ。およーしよ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 し、打線が頑張ってくれてます。またもやこの援護です。ありがたやありがたや。さあこれを5回まで続ければ権利を得られる。まあ問題はそこからなんですけどね。得て終わりじゃないので、野球というスポーツ得た後どうなるか。まあでもシリーズ最後の登板で、シリーズ初勝利なチャンスはあるよね。あー、ここでツーベースを許すか。大山が全然抑えられないんでね、軽く打たれてるよ。うわー、でまた上本、もう勘弁してくれよ。なんやねんこの特定のバッターに打たれんの。これで1点差、大山にしろ上本にしろ、そして梅野とかね、あの辺特定のバッターに打たれ続けるんだ。大山じゃない、あれ中谷だ、打たれたのね。俺の勘違いだよ。お、でも結局打たれるっていうね。なんなのこれ、投げたら打たれてますけど、援護もらった直後にこれだぜ。何をしろどうしろと教えてくれ。どうやって抑えんねんこれ。あえも最低限の犠牲フライ。あ、すぐさま同点ですよね。はい、はい、はい。こんなんで最後勝って嬉しいか。 QS も6分達成できるの勝ってね。それなら負けていいわ。もうひどいですね、もういいわ。あいで藤波にこの打球、あわやホームラン。名古屋ドームじゃなければぶち込まれてますね今ので。まあできれば行ってて欲しかったですけどね。いいじゃないか、世代交代だ。藤波打たれて終わる、かっこよく終われると思うけどね。外野飛びまくり、うん、結果アウト。もうこの回同点です。援護を全て吐き出す松坂大輔、そしてその松坂大輔から回ってくるところ、藤波にあんな豪快な打球打たれたなら、松坂大輔も豪快な打球を打つだけだ。頼むからデッドボールはもう勘弁ね。どうだ三塁線、運もないからね、抜けないっていうね。ほんと何にも恵まれてないわこの男。野球の神様に見放されてる男だね。さあ5回のマウンド、本来ならここで勝利投手の権利を得ることができたんですが、まあ自らが打たれてるからね、うん、得ることはできない。まあ裏にですね、点取ってくれたらありますけどね。投げました、もう第4球を投げました。真ん中、絶不調のバッターに対して真ん中を投げる、これが今の松坂大輔なんです。最後までこれなんです。あい、締めはロサリオ。韓国リーグからやってきた怪物に打たれたね。はい、ご失点、炎上です。悔いはなし、いいじゃないか。逆に最後こういう形で炎上して終われること、いいことだよ。もう決心できてるでしょ。我慢して使ってくれた、あそこもしゃぶしゃぶしてここまでやってきた、で最後までボコボコにされた、これで現役続けようなんて言わねえよ。もうちょっと空気読んでくれない、これだけの点差あるんだよ、なんでまだ打つのこの子。バカじゃないの本当にね。優しさゼロか、お前のこと大嫌いになったわ本当にね。どんだけ打つねん松坂大輔から、必死か、気色悪いわ。ガチやんあいつだけね。みんなちょっと空気読んでくれてる。大山とかめっちゃできる子よね。絶対あんなボールね、あの見ないよ、打ちに来るよ。でも見てくれた、レジェンドが最後の1球力振り絞って投げたからね。はい、残念、チームはひっくり返してくれることはできませんでした。まあまあもう5点取ってくれましたが十分ですよ。松坂大輔の最後のゲームになったんですけどね。チームは6対5で敗れ、これでレジェンド物語終了です。
レギュラーシーズンの日程が全て終了しました。松坂大輔の最終的な防御率は 7.52 でフィニッシュですね。防御率というのは9回投げて何失点取られるかという目安です。その中で 7.52 というのは9回投げれば7失点以上許すピッチャー、そんなやつどれだけの人気があろうがいらない、その一言ですよね。ひどいです。2点台とか3点台とか目指してみたんですけど、7点台でフィニッシュする、ひどいです、その一言です。そして何よりも1勝も挙げられていない、0勝13敗でシーズンを終えてしまっていること、まあこれはもうね、防御率が示してる通り松坂大輔自身も悪いですし、何よりもね、まあ援護がなかったり、そしてまあ中継ぎ勝利を消されたりと、もういろんなことがありましたから、いろんな要因絡まないとですね、いくら防御率7点台だからおうがね、1勝も勝てないってことはないんですよ。まあ本当最後まで勝てずに終わってしまった残念なレジェンド物語ということになりましたね。イニングも91イニング、規定イニングまで全然届かないですからね。まあ基本もうね、ひどい時期というのは3回4回に降りてましたので、まあこういうイニング数にもなるわな。登板21試合で完封完投は当然なく、QS は5、QS 率は 23.8%、HQS は 1.4%、HQS、QS 含めたら6個しか達成してないっていうね。奪三振63個、三振率は6.23、 フォアボール16個で四死球率は 1.78、 まあ手動プレイですからそんなにねコントロールの部分っていうのは悪くない、まあその分打たれるんですけどね。広い名古屋ドームで被本塁打17本で被本塁打率 1.68 だからね、これ東京ドームを本拠地にやったら本塁打率が2超えるよ。1超えてもやばいとされてるものが2超えたら本当にやばいよ。被安打が154で被安打率は3割8分、得点圏では4割2分4厘と打たれ、ウィップは 1.87 ですね。もう何を見てもどう見てもクソ、その一言です。残念、松坂大輔平成の怪物復活ならずでシーズン終了です。やるべきことはもう残ってません。次の年も続けますか？ここで続けるって押すとですね、また地獄の始まりですから、俺もこの地獄の日々から抜け出したいんで、もう終了です。2年目はなしく、この2018年で松坂大輔は幕を閉じたんだ、引退だ。最後エンディング、松坂大輔が映ることはあるか、ここは好成績を残しておかないと出れませんからね。ここで出たらおかしい。はい、出ることありませんでしたね。映ることありませんでした。あんなグロい成績最後のエンディングで見せんじゃねえ。実況8回にわたってやってきた松坂大輔のレジェンド物語はこれにて終了になりますのでね。もう悲惨な成績で終えてしまいですね。もう残念ですね。実況1回目の僕はまさかここまで悲惨な成績で終わるとは思わなかった。言うても防御率5点台くらいやろ、一勝はできるやろって思ってたのが実況1回目。あの動画の俺の声を聞いてきてよ。希望で満ち溢れてるからね。逆に今の俺の声はどうだ？もう何も希望を感じられない、そういう声の音色だろ？いろいろと現実と地獄を知っちゃったんでね、気分が良くなるわけもないし、そこに希望を感じるわけもないですから、ひたすら松坂大輔を使ってボッコボコンされただけのシリーズ、ということになりましたね。このシリーズではね、復活とはなりませんでしたが、今リアルなね、現実世界の松坂大輔はほんと中日ドラゴンズを引っ張る活躍をしてます。皆の予想と期待を裏切ってますからね。僕も松坂の投げるゲームっていうのは毎試合見てますが、いやちょっとね、熱い気持ちにさせてくれてるので、まあ今後の松坂大輔のねピッチングにも期待だし、できればもうこのままね好投を続け、レギュラーシーズンを終え、平成の怪物復活だっていうところを2018年最後まで見てみたいですね。まあレジェンド物語松坂大輔編はこれにて終了ですが、その他の選手でまだまだ多くのね動画を投稿していく予定です。次回は誰で始めようかな、後日動画投稿予定です、お楽しみにね。じゃあ残念なシリーズにはなりましたが、ここまで見てくださった皆様に感謝して終了していきましょう。グググッグバイ、また会おう。